EU カプコムの山田です。金曜日です。お疲れ様です。週末サクッと解説参ります。よろしかったらチャンネル登録、ドボタンよろしくお願いします。はい、今週の日経平均株価ということですが、まあ総選挙ラリーは不発ということのようです。まあ通常解散から総選挙までは高い、総選挙終わってから1ヶ月はまあ高かったり安かったりみたいなことがあるわけですが、まあ今回はどうもその総選挙ラリーに乗れないといったようなムードがなんか充満しているというのは、やはり総選挙に関して与党が苦戦と伝えられておりますし、あまり苦戦しすぎるとその先政局ということになってきますので、まあそのあたりへの警戒もあるのかなというふうに思います。まあ今週は3連休明け火曜日、3ヶ月ぶりの4万円台というのが一瞬あったわけですが、あ、むしろそれがあったがゆえの達成感みたいなのも出て、週末にかけて軟調という動きで、週間ベースでは624円安ということで反落でした。ドル円ユーロ円ということですが、まあ以前その円安モラトリアムという時間帯が続いております。まあ今週は ECB 理事会、連続利下げと。ということですし、まあ来週はベージュブックが出て2週間後にアメリカ FOMC でアメリカは 0.25% 利下げということで、今回、これからまあ欧米世界は1回ずつ 0.25 ずつこうね、利下げしていくわけですが、まあ思いっきりその 0.5% アクセル踏むみたいなことはなさそうですので、一気に金利差が縮小というのも若干考えにくい。まあそういった時間帯からまあ、円安モラトリアム、150円近辺ということで、まあ、150円近辺で決算発表シーズンを迎えているというのは、まあ、悪くないかな、という感じでしょうかね。はい。で、今週のグラフは、ということで、これは貿易統計の輸出ということです。まあ、輸出がね、9月はマイナスだったということで、まあ、10ヶ月ぶりのマイナス。欧州はずっと弱かったわけですが、欧州に加えて中国もアメリカも弱くなってきたっていうのが若干気になるところで、まあ日本経済、その外需の支えなしには、停滞感が一段と強まってしまいかねないということから、やや気にしていくべきデータかなというふうに思います。まあ、やはり日本株が上がるときっていうのは外需がいけてて円安で儲かる。まあ、そういったパターンで上がってきたケースが多く。で、マイナスに出るとやはり株価も調整をしてきたという経緯がありますので、若干気になるデータということで、お示ししておきます。はい、来週の主なスケジュールはと。まあ、そうですね。まあ、今週、この週はですね、まあ、国内では決算発表の序盤戦ということで、まあ、その10月の最終週、11月1、2週っていうのがね、決算発表ピークの3週間ということですが、まあ、今週はまだ序盤戦。早いところでニデック、キャノンとか、新越とか、そういったものが出てくるということですね。アメリカの方も、テスラとかね、IBM、まあ、早めのところが出てくるということです。まあ、アメリカの方、決算発表本番は、この次の週、ということで、括弧の中に載せておきました。30、31、心当たりに、その、ガーファンみたいなのが集中してくる、ということですので、まあ、それまでのムード作りの週かな、という感じがいたします。木曜日には欧米の製造業 PMI とも出てきますので。まあ、ね、水曜日のベージュブックっていうのはまさにこの2週間後に FOMC やりますよ、利下げやりますよ、そういったものの、なんと言いますか、ベースになる資料が地区連銀景況報告ってやつですよね。はい。来週の見通しはということです。もう何よりも選挙が近いと。いうことにつきようかと思います。10月の27日が総選挙の投開票日でありますし、それから、まあ、11月の5日が、の大統領選。まあね、今回の総選挙、まあ、与党がどこまで負けるのか、ちょっとね、
怖いもの見たさではあるわけですが、一方で、政権交代みたいなことは起きなさそうということでもあります。アメリカの大統領選挙について言えばですね、まあ、先般の FOX の、カマラ・ハリスのインタビューで、どうやら、ね、カマラ・ハリスの急落ということですので、またトランプさんかということで、まあ、トランプさんが出てくると、まあ、中東も、あるいはロシア・ウクライナ情勢も、だんだん戦争が遠のいていくのかな。そういう期待感が出てきますので、まあ、一方で、その不法貿易みたいなところは、また不確定要素ではあるということで、2025年はそのあたりが焦点になるかもしれないということです。まあ、これから始まる決算ということは、まあ、TSMC に始まり、NVIDIA に終わるわけですが、TSMC は、まあ、とりあえず4割増益、4割増収、5割増益みたいなね、上場の決算で幕を開けております。一番ラストが11月下旬、NVIDIA26 日だったと思いますが、まあ、これ、ね、まさに、8割増収、利益は倍みたいな、ね、そんな凄まじいで、数字を叩き出してくるのかと見られているわけですが、まあ、ブラックウェル、滑り出し好調で、1年先まで予約埋まった、みたいなね、ジェンスン・ファン氏の CEO のコメントなんかも出てました。まあ、そのあたり、この期間中で、ソックスが新年抜け、ナスダックが新年抜け、そういったものが次々起こってくるのかどうかっていうことが、株価決定上の最大の材料ではなかろうかというふうに思います。まあ、国内企業的には、まあ、ほぼ、良さげな決算と言いますのは、まあ、その台湾 IT19 社の売り上げもそうですし、世界半導体売上とかもまあまあ好調なわけですので、まあ、世界のハイテク景気っていうのはほぼほぼいけてるだろう。まあ、そういう見立てができるわけで、まあ、それに加えて、ね、政策保有株の圧縮、その資金でもって自社株買い、そういったことをどのぐらいこの決算発表シーズンで次々出してくるのか。あるいは、新ニーサ資金を取り込むべく、投資家に、個人投資家に、どのくらい、企業がアピールしてくるのか。まあ、そういった競争もある意味楽しみでありますので、株価の刺激材料になろうかな、というふうに思います。リスクは、まあ、政局ということですが、それはそれで結果が出てしまえば、まあ、織り込んでいかざるを得ないということですし、まあ、年もね、押し迫ってきて、年内、もう2ヶ月半選挙が終わればもうほぼ2ヶ月ということになっちゃいますので、年内ワンチャンス狙い、どう仕掛けていくのか、そういった目線で、この決算発表を虎視眈々と買い目を探っていくべきではなかろうかというふうに思います。はい、今週のサクッと解説はこのあたりで締めさせていただきます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。